なので最終的にはもう毎回これであげることになってしまいます。というのも、もうこのストロー洗うのめんどくさいんですよ。皆さんこんにちは。今回は息子が使っていた離乳食グッズについてご紹介させていただこうと思います。そして私の動画をご覧いただいている方はもう分かっていらっしゃるかと思うんですけれども、私の動画ではあまり可愛らしいものとか、出てきません。あくまでも実用的で、使いやすいもの、使い方がいいものというのを重要視していて、代用品があるのであればもう代用品で済ませとこっていう感じなので、もし可愛らしかったりおしゃれなもの、離乳食グッズをたくさん見たいっていう方はちょっと私の動画では物足りないと思いますのでご了承ください。必須アイテムだったものと、あと結局今でも使っていないものについてご紹介させていただこうと思います。よろしければ最後までご覧ください。では離乳食初期から今でもずっと使っているものがあります。それはこちら、お食事エプロンです。これだけはもう離乳食をスタートした時から今でももう毎日毎食ずっと使っているものになるので、もう本当に本当に重宝しているものになります。こちらの一番いいところはシリコン素材なんですよね。で、普通のお食事エプロンだと結構こう布地になっているというか、ポリエステルとかそういった布地のもの、生地のものっていうのが多いと思うんですが、これはシリコン素材でできているので洗って拭けば即乾くんですよ。なので次のお食事の時にこれだともう乾いてるのでまた使えるんです。ただナイロン地のもので防水加工があるようなタイプのものだと、こことか洗ったとしても次のお食事の時までにちょっと乾いてるかって言ったらそれって微妙なんですよね。ただこれだともう本当1枚で朝昼夜と全部使えるので、これはもう本当におすすめでずっと使っています。こちらのこの部分だけがですね、どうしてもデメリットになってしまいます。ここですね、見ていただけると分かると思うんですが、もうここがボロボロなんですよ。本当はこちらにこう穴が開いていて、ボタンのようにこれをこうカパッて始めてっていう2段階調整ができるタイプのものなんですけれども、離乳食のスタートの時ってちょうど歯が生えてきてちょっと買い替えの時期なので、もう歯固め的に何でもかんでもガンガンガムガムガムってやりたくなっちゃう時期なんですよね。なのでこれをやった時にちょうどこれがこう、何ですか、ここここに当たるんですよ、息子のここに。そうすると気になるみたいで、これどうしても噛んじゃうんですよ。なのでここの部分が真後ろにあると息子も気にならないのでいいなと思うんですけれども、ちょっとそこが残念ポイントです。ただ私はこれを気に入りすぎていて、だからといってなんか新しいの買うのももう今更だなと思っているので、このダブルクリップをここにつけてこれで今息子は食べています。なので息子ももうこのクリップを外して自分で取れるようになっているので、もうこれはこのまま使おうと思っています。次のおすすめはこちらのスプーンです。こちらもまたシリコン素材のものなんですけれども、これは私はトコちゃんベルトを購入した時におまけでついていたスプーンになります。で、これ何がいいかというと、よく、皆様よくお話しされていらっしゃると思うんですけど、ここの柄が長いので、揚げやすいということですね。あとシリコン素材なのでここが柔らかいんですよ。柔らかいと何がいいかっていうと、こうお皿のギリギリ一番端っこの部分まですくい取ることができるんですね。それがすごくいい。一番最初の離乳食の時期って小さじ1とかなんですよ。小さじ1ってほんとこんな、これの半分もあるかないかぐらいしか盛らないんですよ。それなのにここが柔らかくなくてカッチカチのものだとお皿に対してうまく取れないから、対して赤ちゃんの口に入れてあげることもできなくなってしまうんですよね。なのでここが柔らかいっていうのはとてもいいなと思っていて、これをすごく愛用していました。で、これ以外にも私はこれいただき物であったんですけれども、この木の可愛いうさぎちゃんのスプーン、こちらもあったんですね。ただこちらだとやっぱり赤ちゃんには自然のこういう木のもの、木製のもので可愛らしくあげたいなっていう気持ちも私にはちょっとあるので、これを使っていたんですよ。で、ここの部分もやはり赤ちゃんが使うものなので、とっても触り心地が良くて気持ちいいんです。なんですけれども、やっぱりそういった面でストレスが溜まっていたので、最終的にはもう毎回これであげることになってしまいました。
で、これを使っていて息子が自分で食べたいというようになってきたので、こちらもあのフォークとスプーンなんですけど、こちら本当はここにハラペコ虫の可愛いイラストがついていたんですが、ちょっと使いすぎてハゲちゃいました。で、こちらで使っていたんですが、息子が自分で使うようにこちらを出しました。で、これは少しここがカーブしていて、自分でこう掴んでこうやって食べやすいような形になっているので、息子も結構これで食べていました。で、フォークは息子あまり使わなかったんですよね。最近になってよく使うようになったんですが、これフォーク見ていただくと分かる通り、まあ、スプーンもなんですけど結構厚みがあるんですよ。なので自分で意外に刺したり、最後の残りのお茶碗に残ったものを食べるっていうのがめんどくさくて、どうしても最終的にこう手が出てしまう形になっていたので、これすごいたくさん使ったんですけれども、買い替えて新しいものにするのも早かったんです。で、その新しいものっていうのがこちらです。こちらが今使っているエジソンのフォークとスプーンになるんですけれども、握りやすくなっていて、で、さらにここが薄いくって、まあ、ちょっとアイスのスプーンみたいですよね、になっているので食べやすい、食べ残しも少ない。で、これもちょっと薄めなので刺しやすいんですよね。柔らかいものでも結構これだとしっかり刺せるようになっているので、今は息子はこれを使ってご飯を食べています。食材を入れてあげる器なんですけれども、もう我が家ではこちらを使っています。これは、セリアかダイソーかなんかの100均で買ったココットになって、これが大小のサイズなんですけれども、これは別に離乳食用で買ったわけではなく、結婚して、調味料を私が混ぜたりとか、あとちょっと後付けで、例えばサラダとか、追いドレッシングしてねとか、置いたりしてねっていう時に、これをこのまま食卓に出したくて買った2つになります。で、これをその当時の離乳食の時期だけは、これを離乳食用として使っていたので、食器に関しては特に新しいものというのは買っていません。で、食器はもうどんどん赤ちゃんが食べる食材の種類も量も多くなってくるので、本当にそれに合わせて買い替えをしていたら、もう結構な量のものを買い替えることになってしまうので、私はもうギリギリまで、ここまで結構山盛りまで持ってこれであげていて、で、これを卒業したらもう普通の今はお茶碗とかを使ってあげています。はい、そして次にストローの目を練習させるために使っていたのはこちらです。こちらも有名なリッチェルの、リッチェルだよね、リッチェルだったはい、こちらもリッチェルのいきなりストローマグというものになります。で、これ本当は本来ここにこう蓋が、シリコンの蓋がついていて、で、まあ、そこにこうストローが刺せるようになっているんですね。で、赤ちゃんがストローを口につけた瞬間にプッシュって書いてある部分が蓋にあるので、そこをピュッと押すとストローから水分が、飲み物がこうピュッと出てくるので、それで赤ちゃんに飲むタイミング、ストローの飲むタイミングが覚えられるよっていうものでした。で、一番最初我が家でもこれを買ったんですけれども、なんか意外にストローの目が息子は上手で、2、3回やったらもうすでに勝手にストローで飲んでくれるようになっていたんですね。で、なんですけれども、数ヶ月後にはこの蓋をバチャッと開けてガチャッとやるようになってしまったので、もう早々に蓋は撤去して、これは使わなくなってしまいました。で、その代わりに使っていた飲み物用のマグというのが我が家ではこちらです。こちら本当だったらここにハラペコアムシのすんごい可愛い絵柄がついていたんですけれども、もう1年半使っているのでもうなくなってしまいました。で、これはもう本当にただの普通に一般的に売られているストローマグなので、特に説明ははしょりますが、これ今 200cc 入るんですね。ただもうさすがに 200cc だと息子は飲み切ってしまうので、今は水筒として新しいものを息子にはつい先日プレゼントしました。で、これは家で飲むんですけれども、そろそろちょっとストローじゃなくてコップ飲みを覚えさせたいなと思っていて、というのも、もうこのストロー洗うのめんどくさいんですよ。ここの中こうやっていちいち洗うのめんどくさいので、これも近々卒業予定というふうに私は勝手に思っています。で、そうだ。で、これなんですけど、これは使わなくなってしまったので、お味噌汁を入れるために使っています。で、本当だったらもうお椀でもいいんですけれども、まだちょっと温かい、お味噌汁、まだちょっと熱々のお味噌汁だと飲みにくいので、まあ、取っ手があった方がいいかなと思って、お椀に切り替えるまではこれでお味噌汁を出しています。
で、我が家でも時間があるときに作り置きして冷凍したものをチンして息子にあげていました。その時にやっぱりこれはもう欠かせなかったですね。リッチェルの楽々小分けなんちゃらトレイです。ちょっと後できちんと調べておきますね。で、これ今すみません。ちゃんとやっていけばよかったんですけど、今これ明日息子と遊ぼうと思って、これポンポンを中に仕込んである氷なんですけど、これでちょっと暑いので最近、午前中に水遊びしようと思って、ちょっと仕込んでるおもちゃになるんですけど、今はこんな感じで使っています。これ離乳食初期だとこの一つの枠だとすごい大きいんですよ。で、これって大中小ぐらいあって、これは中のサイズだと思います。小のサイズだとものすごい小分けになるんですよ。その小分けになりすぎてると量を食べるようになってからだと、もうそれじゃ全然足りなくて作るの追っつかなくなっちゃうんです。私はこのサイズを離乳食初期の頃から愛用していました。で、離乳食初期の頃ってこの一つのブロックまんまたくさん全部は食べないので、これに例えば半量だったり3分の1だけ凍らせて、で、取るようにしていました。で、だんだん食べる量が多くなってくるので、満パンのもの一つだったりとか二つっていう形にして私はこれを使っています。本当はもっといっぱいあった方が作り置きをしやすいんですけど、まあちょっと2個以上あっても必要ないかなと思って、我が家では2個を作って冷凍して、それをジップロックに入れて、また急いでこれに詰めて冷凍してっていう風にやっていました。この離乳食のストックを作るときに大活躍だったのがこちらです。ハンドブレンダーです。こちらは出産祝いでいただいたもので、これ以外にホイッパーだったりとかいろいろたくさん付属品はついてるんですけれども、離乳食の時にはこういった形でお鍋の中でガーッと使っていました。で、私はめんどくさがりなので、こし器ブレンダーでやった後にわざわざこしてっていうのはめんどくさかったので、やっていません。なので息子は、正確に言うと10倍がゆからじゃなくて、なんか8分ぐらいから多分口の中にえいって詰まされてたと思うんですけれども、普通に食べてくれたのでそれはよしとします。そして、今まだ使っていないものだったり、これ使えなかったな、ちょっと残念だったなっていうものがあるので、いくつかご紹介します。まず第1、これはもう多分もう使わないんじゃないかなって思っていて、ちょっと残念に思っているものはこちらです。こちら腹ペカオムシの可愛い絵柄がついてるんですけど、これ麺カッターなんですよ。この麺カッターはですね、ちゃんとケースが入っているので、お出かけの時とかにも使えるようになっています。なんですけど、息子は以前ちょっと動画でも話したんですが、小麦アレルギーがあったので、うどんっていうのを食べられるようになったのが本当最近半年前ぐらいからなんですね。で、その時にはもう自分でこうぐちゃぐちゃにしながらこうやって食べているので、別にわざわざ切んなくてもいいかなっていう形で切らずに食べています。なので、これ全然デビューせずに終わってしまったなと思いました。うどんは離乳食の初期から食べられるものになるので、特に小麦アレルギーのお子さんではなければ、これはお出かけの時とかに多分通常だったら大活躍するアイテムだったんじゃないかなと思います。あとこちらですね、こちらの腹ペコアムシのものなんですけれども、こちらこの中にこうパックの飲み物を入れて、で、ここを持って飲めるっていうものになります。で、これ100均とかでも売ってるので、もうご存知の方も多いかなと思うので、わざわざ説明することはないと思うんですけれども、我が家ではもうずっと水をしか飲ませていないので、全然こういうパックの飲み物って未だに飲ませてないんですね。なので、今のところ全く必要がないものになります。ただこの先ずっと水ってわけでもいかないので、使うかなと思って、これは今でも大事に取ってあります。はい、別日なんですけれども、一つご紹介し忘れていたものがあったので、こちらでご紹介させていただきます。それはこちらのお食事エプロンです。先ほどのシリコンの素材とは違って、こちらはこういったカシャカシャした防水加工のとか撥水できる生地なんですけれども、見ていただいた通り、こちら長袖でお袖の部分までしっかりガードしてくれるので、お洋服、可愛いお洋服でも汚れないように防いでくれます。で、さらにこれお出かけ用なんですよ。なので、こちらの部分なんですけど、ここにファスナーがついてるの分かります？これ、食べこぼしをこう入れる部分のところにちょうどなるんですけれども、これ畳むとですね、こんな感じでポーチみたいになるんです。
なので私は行きの時には まだこのポッケの部分も綺麗なので、まだ使っていないフォークとスプーンを入れて出して、持って行って、で、もうご飯を食べ終わると、この中食べこぼしていっぱいで、で、しかも、もうフォークとかスプーンも汚れてるじゃないですか。なので、もうこの中にポポッとしまって、この状態のまま持って帰ってくるので、もうとても便利で重宝していました。ただこの食事エプロンは私の中で2つデメリットがあります。で、1つはこちらの生地だとやっぱりシリコンの素材のお食事エプロンと違って乾かないんですよね。これを朝使って昼に使うってなった時にはまだちょっと乾いてないので、もう1つお食事エプロンが必要という形になってきます。なので私は離乳食が始まった生後5ヶ月からもう毎日のように児童館や支援センターでお昼を食べていました。なのでお昼の時にはこれを持っていくっていう形にして私は使うことが多かったです。そしてもう一つのデメリットなんですけれども、こちら先ほどお話しさせていただいたように長袖になっているんですね。で、これはこれで汚れなくてとてもいいんですけれども、袖があるっていうことはサイズがあるんですね。なので、今はもうこれ使えません。ツンツル点になっちゃうので。なので、私が息子に使っていたのは生後5ヶ月ぐらい、その離乳食スタートした時、生後5、6ヶ月ぐらいから、1歳2、3ヶ月ぐらいまでは、息子はちょっと小さめの、子なのだったので、そういうのもあってこれが使えたんですけれども、もう身長とかもどんどん大きくなっちゃうっていう子は、なかなかちょっとこれは、使える期間っていうのが難しいかなというのがちょっと残念なポイントです。こんな可愛いので私的には本当はずっと使いたいなと思ってたんですけれども、ちょっとそこがですね、残念ポイントでした。ということで、ワイガの離乳食グッズのご紹介でした。本日もご視聴ありがとうございました。